はいどうもフリッチです。今回ですね、最近正式リリースされたターバンタイクーンというゲームをやっていきたいと思います。このゲームですね、ファンタジー RPG に出てくるような酒場を運営するゲームで、まあお客にですね、寝床とかあと料理を作って評判をね得ていくゲームですね。で今回はですね、まあステージが10個あるみたいなんですけど、1をやってみようかな。インワインイズウィズドムですね。で難易度がね、5段階ベリーイージーイージーノーマルハード最高がタイクーンかなありますが、ノーマルでいきましょう。さあ始まりましたね。まず目的は500の評判かなをゲットすると。で、その間に2000ゴールドかな切っちゃいけないようですね。もしお金がね、なくなれば解雇されると。雇われ酒場店長なんですね。クローズ開いてないですね。あ、これが縁がなくなったら開くんですね。それまでに準備をしろと。まあ、最初の挨拶かな。あ、まあいいや。リサーチポーションが2個かな。22リサーチ。ありますけど、特に変える必要ないですよね。まずはね、準備しましょうか。これが、酒場の名前ですね。こっちが、まあ、正式名称で、こっちが略称かな。どうしようね。酒場の名前とか。じゃあ、フルーツチターバンで HT にしましょう。何のひねりもないですけど。あ、3文字以上もしかして。しょうがないな。はい、 FUT。 あ、もうほぼ時間がないですね。ゾーンでゲストルーム、レストルーム、スタッフルーム、キッチン、管理者オフィス、研究所かな。まあ寝る場所、これトイレだよね。トイレ。で、スタッフが休憩する場所ですね。まず、キッチンを、引きすぎだな。ここかな。6×4。扉を置いて、これ調理台ですね。調理台と、これは、これいいや。あ、置けないか。あ、開いちゃった。始まりますよ。開いてるですね。500の評判ね。溜め方が分かんないな。で、スタッフは4種類。女の人ですね。女の人は料理の研究かな、メニュー開発かなと、まあ、料理ですね。主に作ると。スキルとポテンシャルがありますね。まあそう言われてもね、スキル、まあ低めかな。あ、スキルがありますね。あ、なしか。いや、ある方がいいんじゃない。 料理人、バーテンダー、Sorry, can't talk right now. ハンディマン、清掃員でしょ。 Fine day, isn't it? 店員は、あ、ゲストルームへの受付ね。受付。スキルめっちゃ高いな。受付のスキルって何なんだろう。めっちゃ受付うまいのかな。で、これがね、テーブルだったり、あ、バー、バーか、バーとテーブル。テーブル4つ。で、これが受付ですね。ここで多分受付済まして、部屋に送ると。暖炉。ああ、いいですね。まあ、やってきた人に幸運を与えると。なんだろうね。まあ、影響あるんでしょうね。入り口に置いとくか。ステージ。ああ、ミュージシャンがなんかここで演奏するんですね。余興ね。じゃあ、置く？一応お金はあんま使っちゃいけないけどね。バー。
まあテーブル置いときましょう。待って、近い近い近い。これ入り口ね。日本ですね。これちょっとどかしましょうか。リペアじゃない。これかな。無駄にこれやったせいで動かせなくなったね。いや、消そう。一回消そう。置き直そう、そして。はい。これ完成ですかね。まあ一応部屋作りますか、せっかくなら。ゲストルーム。あ、大きいかな。あ、4×3。あーってことは、こうだな。扉。これちょっと殺風景すぎない？ベッドは何、追加で置けるのかな。もう置けないですけど、もしかして大きさとかあるかな。はい、とりあえずゲストの部屋ができたので受付を置きまして、ここでね、済ましたら行ってもらいましょう。これまあオープン用の準備はできたでしょう。あ、何？給料？ 708 ゴールド。これなんだ？なんだろう。受けるしかないか。衛星調査的なことですよね。そんなあるんだ。現実的ですね。バーテンダーが給料のアップを求めていると。変更、上昇分かな？ 88、98 か。で、上がりまして181。あげますか。しょうがないな。何、入って1ヶ月で昇給。ビジターが5人で、収入が407ゴールド先月分かな。で、設置費1万2000の給料708、トータル大赤字ですね。まあ最初のね、月だししょうがないかな。いいね、いいね、雰囲気ありますね。このゲーム結構長い期間ね、早期アクセスをやっていたと思うんですけど、最近正式リリースされたので予約にやってるわけですね。ずっと持っていたんですけどね。なんかもっと画質がね、悪かったというか違う感じのゲームだったと思うんですけど、同時に上がったのかな。君、掃除、そう、仕事は？オーダー受けて、オーダー受けるのとテーブルの掃除ね、と料理を作る、レシピをリサーチする。これが寄付かな。値段いくら？マネージ、あ、こいつらか。ポリシーはここのポリシーですね。あ、ゲストルームの値段とかね。なんて書いてあるの、シェアかな。2人以上だと追加で90ゴールドってことかな。レストルームゼロじゃん。まだないか。フードが120ね。回復のポーションとかかな。ショップはないですけど、あれば値段変えられると。ね、酒の値段はどれかな。スタッフボーナス10ゴールドね。上げたりして、維持するんだ。そうだ、スタッフルーム作ろう。なるほどね。まあ椅子2つ、ロッカー2つかな。はい。で、あとはね、レストルーム。どこに置こう。ここちょっとね、寝床にしたい感はあるんで、置くかな。これトイレですよね。トイレットブース、トイレ入るには5ゴールドいるわけですね。いいね、いいね。キッ
賃120ゴールド。でも来ないね、その料理のオーダーないですね。誰も泊まんないし、ちょっと良くないね。飾るか、もうちょっと。燃えそう。ここかな。ん、これ音楽じゃない？楽器でしょ。客少ないからね。多分ステージがあればこいつが立ってくるそうだよね。雇いとこにいなかったから、そういうことだよね。さあ、衛星の結果ですよね。インテリア 1.8 ですけど、これ労働環境かな、4。ダイニングのクオリティ、まあ、この食べるところのクオリティ4。ミードは酒ですよね。酒のクオリティ5。酒かな、多分そこだと思うんですけど、基本的にですけど、インテリアが少ないのかな、インテリアが悪いのかな。客が少なくないか。料理持ってってる、誰か。あ、こいつか。提供ですね。でもこれ寄付だよね、関係なく出たよね今。メニューは何かあるの、どこだっけ。リサーチ、サラダ、ベーコン&エッグですよね。ソーセージか、ソーセージ&エッグね。あー、チキンいいね。これがやっぱお出迎えしてるんだね。なんか効果ついてそうですけどね。料理が130かな。燃えてないか。掃除してる？ポテンシャル低いもんね。掃除、フロアの掃除。これ何これ？あー、水やりかな。にリペアね。低いな、スタミナ。あ、昇給とかあるね。ボーナス上げるよ、ボーナス。はい。雇って176、プラスプラスでボーナス。あ、いいねいいね。Hello. 君はマイナスマイナス。あ、昇給求めてる、もしかして今。うわ、来たね。まずレポート見ましょう。今月が上かな。ビジター5、収入653。赤字じゃん。これは解雇が近そうですね。35上げてくれ、いいよ。うわ、めちゃくちゃ上がるじゃん、これ452って。これ多分断れば去りそうですね。受付こんな高くなくていいんじゃないの。そう、帰っていいよ君。Good day. 解雇はこれですね。あ、もう行ったっぽい。ちょ、もっと安い子いない、受付。なんかオーバーすぎない値段。 Good day. よし、仕事だってここで受け付けるでしょ。あ、ショップもやるんだ。なるほどね、だからか。まだね、ちょっと低すぎるんですね、やることが。こっちではリサーチワークショップって、この辺の2つ置きたいですけどね。ちょっと値段がね、お金がないですね。もっとインテリアやるか。時計と水やってくれるかな。あー、それでは奥に1個か。はい、さあどうかな。ちょっと早めましょうか。あんまり値段も置かずに値段がどうか見ようかな。上げた時のなんかエフェクトいいですね。誰も、あ、止まってる止まってる。部屋追加しようかな、じゃあ。一人泊まれば600入るんでね。結構大きいよね。さあ、くっそ狭いですけど。ちょっと試合用の大きいの作ろうかな。完成。狭。めちゃくちゃ狭い。ちょっと今月はこれでやってみましょう。入ってきた。結構すぐ来るね。部屋持っているかもね。はい、今月のレポート。
ちょっと下がったね。昇級女を解雇したので昇級分減ってちょっと安くなったと。で収入ね上がりましたね。1600ビジター減ったけどね。グループ3人かな。適当に受けよう。ちょっと大きめの部屋作ろうかな。2万3000あればいけるでしょう。この辺にですね大きめのゲストルームを作りましょう。2つ置けないね。やたら広い部屋になっちゃうな。こう置き直しか。いや置き直しはいらないんですけどね。複数には置けないのかな。この場合トイレをね設定すれば置けましたけど、ちょっとやってみようか。エディットルームで置けますよね。ベッドだけなんか追加できないね。間違えた。ただ大きさがあんま関係ない気がするんですけどね。研究とかかな。絶対これだって2、3人いけるよ。これベッドなんなら3個4個いけるよね。もったいないな。結構来るからまだ作ってもいいね。さあこの基本的な置き方ね。あんまり、あでも結構食事してますね。ならばテーブル置くか。あそうステージ置いてみよう。ミュージシャンっぽい人いますから。あーここはここ無理か。この範囲でなんか効果ありそうだよね。入り口か。こっちやってみようか。 2.4 インテリアが低いですけど他は満点評価くらいの感じね。これ最低に合わせるのかな。あなんかどうした、どうした、喧嘩した、もしかして。いやー荒っぽいですね。ローカルゲスト全員ローカルゲストだよね。誰も止めない。蹴り入った蹴り入った。いいの入ったね今ね。これは痛い。ちょっと見ようか。お力をね示してますね。さあ血を張ってますね。逃げるかのごとく。ん？お来た来た。今月は4000ゴールド。いいね。でこれが目的ですけど、初期から60は上がってるかな。で500いけば達成で、その間お金を稼ぐと。いいねいいね。あれ、あいたいたミュージシャン、早く行けよここに。彼の意思かな、なんか交渉くんのかな、いくらでね演奏するよみたいな。本来ならこれどかして真ん中にいた方がいいのかな。あトイレ入ってる。値段あげようかな。若干これで稼いでますからね。ネズミんじゃん。大丈夫。ちょっと清掃員雇おうかな。ハンディーマン。これ移動速度が速いのかな。ムーブメントスピードが 20% 上昇だよね。よし、2人雇った方がいいよね。結構本棚いるかな。みんな料理食おうとしてるけど、何相席ダメなのここって。相席したらいいのに。ちょバーテン今人気ないね。あ引いてる引いてる。この範囲で上がってんのか。ダメですね。もうちょっと他の場所に影響がないと。しかも全然ね客席を見ないっていう新しいねやり方。
いいね、いいね。だいぶ雰囲気いいですね。てか料理の数が少ないね。管理者オフィス何なんだろう。もううちのさ酒場の部屋とか増やせんのかな。置けない。どこに置こう。ここ管理者でしょ。キャビネット完成。ここはもう誰か来んのかな一応置いときますけど。あ、グループじゃん。受けるか。お、300まで行きましたね。で研究もやっとこうかな。ワインの研究かな。あ、オーブン、オーブン、あ、いろいろね。酒と料理ね。完成。来たね。無視するか。3400ゴールド、給料が923。一人雇ったんでね、その辺かな。汚いな。ボロボロじゃん。いうか清掃に限って言うともっといっぱいいるから。受付のこのこれね、 TBD。 これもしかして 2,3 人いるかな。ショップとかバーテンは、バーテンミードの許可、これ研究所でやるってマークっぽいな。なら雇ってみようか。一人バーテン追加で。そうすれば仕事見れば分かると思いますね。多分こいつここ行くでしょう。って考えて、このアドミンズオフィスって何なんだろう。誰かが入るはずなんですよね、こうやってね。ポリシーでちょっと上げようかな。よし、レストルーム7 ちょっと上げよう。まあ酒のね研究ですよね。お、やってるやってる。経験積んでんのかな。なんかこいつが上がってますね。これミドクオリティ上げるわけですよね。ちょっと始めましょう。ずっとやってるね。てかあれか、料理人少ないか。全く回ってないですね。雇いたくないな、あんまり。お、この子安い。やったね。Passing through, aren't you?で、2人いるんでね、さばけるんじゃないかな。大繁盛ですね。すごいね、すごいね。受付の子もやってみたいな。この子の TBD って何なんだろう。だってこっちが料理の開発でしょ、感じ的に見て。こいつがお酒でしょ。ってことは何でしょうね。昇給あげるね。君あげすぎじゃない。ちょっと仕方ないですねお、3000か。ちょっと上がんないね。まあでも維持費が少ないのでプラスでありますね。ファインデイ、イズネット。これ下がって切ればいくんじゃないの。これでリサーチレシピ。リサーチはアポション増えてる。
作ってんのかな、あいつが。研究がよくわかんないですね。これこの子がね、新メニューの開発に取り込むんで。か、料理のレベルがあったと思うんで、あれ上がんのかな。来た来た来た、演奏する人。みんなおしゃれだな。演奏する人いるね。てかどう考えてもこんなのしてる場合じゃないね。こいつはすることが特にそれしかないからやってると思うんですけどね。あ、トイレ足りない説ありますね。2人出てきて行ったね。全然去らないんだけど、この子。いや、ピックアップないの、ピックアップつまめない。ダメだな。じゃあいいや、一回エディットするっていう風にやって出てってもらえばいいんだ。なるほど、かん、オッケーオッケー、これでいいですね。多分帰ってこないでしょ。片方が来るとしてもこの子やっぱ入りましたね。さあ終わりましたね。ちょっと待って、いろいろまだ見たいんですけどね。はい、ちょっと待って、これ続きですかね。なんですけど、ニュージョブオファー月43000の4000、その辺変わってないか。空いてるこの子ね、来ないかな。あ、来たんじゃない、これ。ついについに入りそうですね。あ、入らない。DVD って何なんだろう。まあでも一通りできましたね。ちょっとまあ一面ここでクリアかな。クリアですね。目的は達したと。まずこれが処方の酒場かな、ができたわけですね。なんかね、そのスクリーンショットとか見ると2階とか何階建てかなとかできたりするので、まだまだ発展とかいろんな部屋も増えると思うんですけど、とりあえずこんな感じですね。